卒アルで抜いてたの同級生にバレた。アイソさんは卒アルのどの部分で抜いたんですか？自分のあのハッシュタグの後の名前見てくれました。え、ハッシュタグ、ちょっと待って。ジェットさん、もしかして、あれっすか？今ファントム持ってますか？あ、持ってますよ。ください。ありがとうございます。この洗練された美しいボディ。何よりもこのトリガーの丸っこい部分。キッチンを入れたくなるじゃないか。自分のファントムちょっとどっちがかっこいいか見比べてくれませんか？見てほしいのはそのチャームで。アイアンから上がってきたの？はい。めちゃくちゃ頑張ったじゃん。このゲームクソっす。関西の人ですか、アイソさんは？あ、広島です、自分。あれ、広島風お好み焼きでしたっけ？広島風ってなんですか？ごめんなさい、自分具を乗っけて食うお好み焼きっていうのしか知らなくて。あ、もしかして大阪風ってあのゲロのことですか？違う。あれですよね、あの大阪発祥のお好み焼きの偽物が広島風。あ、トロールします。あ、まあでも多様性の時代なんで、多分本物とかないっすね。その特産の個性なんじゃないですか、はいはいはい、ゲロを焼くっていうのが野蛮人のやり方なんじゃないですか。ゲロいきます。ゴミみたいなモサモサを一緒に焼くのが広島焼きっすよね。チッカー、はい、チッカー。